お、どうした？あ、社畜さん、今大丈夫ですか？いや、俺は忙しいんだ。申し訳ないな。今からね、巨大メーカーについての話をしないといけなかったんだよ。けど、ブリジットちゃんに話しかけられたから、これはもうね、会話していくしかないよな。突然なんですけど、こないだ、カトリーヌを助けていただいたお礼をしようと思って、カトリーヌって誰だ？牛のカトリーヌ、羊のカトリーヌ、弟のカトリーヌ、ちょっと待てよ。この選択肢実は結構重要だったりするのか。ちょ、わからへん。牛か羊かどっちかだと思うんだけど、どっちなんだろう？てか、弟のカトリーヌって絶対違うだろ、これは。多分ね、牛じゃないかな。え、違ったらどうしよう。そう、覚えてくれてたんですね。よっしゃまさかの合ってるっていうね。全然覚えてないわ。よろしければ、今からビストロでお食事でもどうですか？お！これはまさかのデートか？おお！大丈夫かな？何何何？私、動物の匂いしませんよね。3回シャワー浴びてきたんですけど、自分ではもうわからなくて。まあ別にいいんじゃないかな。そんな気にする人いないでしょ。いらっしゃい、ブリジット。そんなとこで何してるの？席、準備できてるわよ。これはデート？まさかの？あ、でも私匂い。いや、だから匂い大丈夫だって。匂い？気にしないで。二人とも素敵な香りよ。さあ、入って入って。いや、それは嘘だろ。素敵ではないだろ。お！やってきましたね。いらっしゃい、ブリジット。ゆっくりしていってね。それにしても、あなたがお化粧なんて珍しいわね。ああ、化粧してるんすか？ごめんなさい。全然気づかなかったわ。そうなの。そんな、私だって、お化粧ぐらいするわよ。もう。なんだこの展開は。え、なんでさ、こんな展開になってるわけ？ブリジットは人間より動物の方が好きなんだとばっかり思ってたわ。まあ、まんざら外れでもないかな。おー、なるほどね。そして魚料理。恒例やな。このゲームさ、魚料理しかないの。さあ、今日は、三崎のお任せコースよ。残さずに食べていってね。あ、ありがとうございます。これはいわゆるデートってやつか。マジかよ。まさかのね、この展開。お、終わったみたい。今日はありがとうございました。私、一度こういうお店で食事してみたかったんです。あ、そうなんだ。まあ、おしゃれなお店ではあると思うけど、家近所なんやから普通に行ったらええのにな。まあまあまあ、楽しんでくれたんだったらよかった。まあまあまあ、楽しんでくれたんだったらよかったわ。それで、もしよかったら、私とお友達になってください。どういうこと？どういう展開なんだよ。え、何？友達じゃなかったの？俺さ、友達だと思ってたんだけど。あ、そうなんだ。なるほどね。今までは知り合いっていう関係だったわけか。友達ではなかったわけなんですよね。じゃあ、これで晴れて友達ということで。いや、よかったですね。ありがとうよ。おー、終わったね。なかなか友達のハードルこのゲーム高いね。俺はてっきり、もうね、友達かと思ってたんだけど、違ったのが。さあ、そういったところで、今日はですね、巨大メーカーについて話していきたいと思います。ところで皆さん、巨大メーカーってご存知ですか？大丈夫ですか？てか、重いな、ちょっと待って。もう重すぎる、ここ。もう、どうにかして、これ。公式さん、どうにかしてください。マジでさ、畑エリアに行くと、いつもね、めちゃくちゃ重くてバグるんだわ。どうにかしてほしいな、あれ。さあ、そういったところで気を取り直して巨大メーカーについて話していきたいんですが、皆さん巨大メーカーってもうゲットしてますか？どうですか？巨大メーカーではどういったものかというと、こういったものになりますね。まあ、様々な種類があるわけなんですが、試しに出してみましょうか。よいしょと、設置しましょうか。さあ、巨大メーカーではどういったものか今から説明していきたいわけなんですが、まず巨大メーカーこちらですね。はいよと。いや、でかいね。普通のメーカーが 2×2 マスの大きさなんですが、巨大メーカーの場合はそんなの通り巨大なんですよ。3×3 マス必要になってきます。で、概要については今から詳しく説明していきたいわけなんですが、こちらのメモに沿って話していきたいと思います。まずですね、前提としまして、メーカーにはそれぞれ巨大メーカーがございます。例えば木材メーカーですと巨大木材メーカー、糸メーカーですと巨大糸メーカーであったりとか、すべての種類の巨大メーカーが存在するんですよね。これ皆さん知ってましたか？どうですか？そして巨大メーカーは通常と同じ素材で 1.5 倍のアイテムを入手することができるので非常にお得なんですよ。ていうかめちゃくちゃお得なんですよね。これはもう絶対使うしかないと。これがあるだけでめちゃくちゃね、素材集めが効率的になるわけなんですよ。これに関しては絶対に
牧場に置いた方がいいですね。ただし設置スペースは先ほど申し上げました通り、通常のメーカーの 2×2 から 3×3 になるので少し邪魔になります。まあここだけが唯一ねネガティブなところかなと思いますね。機能性については問題ないんで。ただスペース取るっていうのが結構ね辛いところかもしれませんね。ただ今回のオリーブタウンなんですが、かなり牧場が広いので、まあまあまあそこについてはね今のところは問題ないんじゃないかなと思っています。多分ね、うん。だからまあメーカースペースみたいなものを設けるっていうのもありかもしれませんね。さあそんな感じですと、あとはですね、まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして皆さん気になるのがですね、メーカーの入手方法だと思います。皆さん入手方法気になるでしょう。っていうかさ、入手方法すべて知ってる人ってなかなかいないと思うんですよ。なので僕はねちょっとわかりやすくまとめてきました。で、すでに画面に載ってる通りですね、一応ねこちらすべてのメーカーを記載させていただいておりまして、で左にメーカーの名称で、右手に入手方法を記載しております。で、入手方法としましては、例えばですね巨大木材メーカーですと伐採スキルがレベル10、こちらになったら解禁されますね。そして巨大糸メーカーであれば草刈りスキルレベル10で、巨大粉メーカーであれば農作スキルがレベル10と、まあそういったところでほとんどの巨大メーカーがレベル10になったら解禁されます。ただですね、巨大ジュエリーメーカーみたいな感じで採掘レベルがレベル2になった時に解禁されるものもあります。なので序盤から手に入るものもあるんですよね。あとは巨大マヨネーズメーカーとか、巨大毛糸メーカーはレベル9になったらゲットすることができます。なのでレベル10にならないと絶対ゲットできないぜっていうわけではないんですよ。まあそんな感じですね。ただこう見てみるとさ、かなりメーカーの数ありますよね今作。それはさ、牧場がパンパンになるわ。メーカーだらけみたいな、もうメーカーゲーですよ、メーカーゲー。もうおかしいからな、何のゲームしてるか途中で分からなくなるからね。素材集めて加工してみたいな、でメーカー置いてみたいな、それの繰り返しですよ。ちょっとここをねアップデートとかで今後改善していただければ公式さん嬉しいですね。よろしくお願いいたします。けどマジでねこのゲームメーカーゲーになっちゃってるから、本当にここについてはちゃんとね考えないといけないと思いますよ。はい、まあそういった感じでございます。ちなみにね今日話した内容はかなり重要なことだと思うので、ぜひねスクショして覚えておいてください。スクショしておいたら多分ねすぐ見返すことができると思うのでよろしくお願いいたします。まあそんな感じかな。まあこういった形でね、様々なハウツー動画であったりとか、あとはね牧場のレイアウト動画であったりとか、あとは情報系の動画であったりとか、幅広く牧場物語の動画を投稿しているので、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、ぜひ過去の動画も覗いていただければと思います。はい、まあそんな感じかな。はいはいはい。まあ巨大木材メーカーですと。ただねもう一つこちらね注意点があるんですよ。でどういった注意点かというと、こちらにカーソルを合わせると説明欄に載ってると思うんですけど、一度にたくさん作れる巨大バージョンと、で5個設置できると書かれてると思うんですよね。そうなんですよ、こちらね実は個数制限がかかってるんですよね。5個までしか設置することができません。なのでね考えておいていかないといけないんですよねこれ。なので50個とか100個とか、そんなに多くの数を置くことができないわけですよ。なのでしっかりと、まあ、どこに配置するのか考えておいていかないといけないですね。あとまあ収納ボックスに関しても同じなんですけど、アイテムボックスも10個までしか置くことができませんからね、一種類あたり。まあそういったところですよ。さすがに何個も何個も置くことができたら都合が良すぎるから、それはさすがにできないということか。まあまあまあゲームのバランスを考えるんであれば、まあ、ちょうどいい感じじゃないかなと思ってますね。あまりにも置けすぎると困っちゃうからさまあそんな感じやな。さあそういったところで今日の動画はこのあたりで終わっていきましょうか。ああ、あとはねニンニクをまた収穫しないといけないな、これ大変だな。けどお金がね最近ある程度溜まってきたから、もうそろそろねここの牧場を解体してもいいんじゃないかなと思ってるんだけどね。全部勝たしちゃうか、一回勝たして整地して、でまたね新しい施設とかを作ろうかなと思ってるんですけど、お金400万ゴールドかどうなんだろうな。400万ゴールドって微妙な数字じゃない？まあ多いっちゃ多いんだけどさ、ちょっとまだ心もとないよな。1000万ゴールドぐらいまで頑張って貯めるか。まあ言ってもね、この巨大花畑があるからかなりのペースでお金が貯まるんでね、1000万ゴールドまではそんな時間かからないと思うわ。
けどお金ってね、このゲームではめちゃくちゃ重要だからな。あつ森以上にシビアな気がするわ。てか、あつ森以上にお金を使う機会が多いんですよね。あつ森の場合はさ、正直言って、インフラ整備であったりとか、家の増築ぐらいしかでかい金って動かないけどさ、今作ね、様々なところでお金使うからほんときついよな。まあこれに関しては牧場物語恒例なんですけど、逆にお金さえあったらどうにかなっちゃうからね。うん、まあそんな感じですと。では今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録してこれからも見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。